おめでとうございます。ありがとうございます。はい、高見先発選手と戦ってみて、はいはい、感想と、はい、来年への意気込みをよろしくお願いします。はい、もう感想はとりあえずこうめちゃくちゃパンチかかって1ラウンド目からこう打ち合おうと思ってて、こう距離を潰してこうスタミナをこうスタミナ勝負に持っていきたかって、1ラウンド目からこうガンガン相手のパンチ届く距離に動いてたら、もうアッパーの右目まともにもらっちゃって、もう途中からもずっと二重で見えてて、めちゃくちゃ強かったです。パラミン先発選手、選手心もすごい綺麗で良かった。終わってからも話し合って、すごい今回の試合良かったです。勝てて良かったですね。で12月26日今年は最後、僕駿河台で最後だったんですけど、試合なんとか TK を勝てて、来年もね駿河団地のこの勢いに少しでもこう勢いつけて、来年の一発目ラッシュ千尋君が1月10日に後楽園であるんですけど、来年もね興行も含めて駿河団地の勢いをここから絶対成り上がってやるぞと、みんなで頑張ります。精一杯頑張りますので、はい、これからもよろしくお願いします。